ケースティの田島と申します。よろしくお願いします。それではスペクト、ペット、同時イメージング装置について説明を開始させていただきます。まずスペクトとペットについて簡単に紹介させていただきます。これらは核医学のイメージング手法でして、それぞれ放射性薬剤を患者さんに投与して、その生体内での分布を画像化するという手法でございます。この放射性薬剤を様々な物質に標識して、その体内分布を見ることで、どういう代謝が起こっているのかというのが確認することができるようになります。具体的にはがんの診断や、最近では認知症の特に早期診断に有効であるということで注目されております。様々な代謝機能の測定を行うことができます。これらの装置は、だいたい CT と一緒に用いてくっついている装置で、マルチモダリティという部分ですけれども、スペクト CT とか PET CT 装置というように構成されています。こちらは CT の画像ですけれども、この中に病気が実は隠されています。CT で見ると、主に体の構造を見るというものなんですけれども、どこにあるのか分かりづらいのが、PET で見るとこのように明らかにここに集積があるということが分かります。これはブドウ糖によく似た物質で、生体内の糖代謝を見ることができます。がんの腫瘍というのは非常に糖代謝が高いので、そのようなところにこの薬剤が集まって、高い集積となって現れているという、そういう画像でございます。で、これらの2つを重ね合わせますと、このように、この、実はここの部署に、がんの腫瘍があったということがわかります。このように、生体の形ではなく、機能を見ることができるというのが、核医学イメージングの手法の特徴であります。次に、スペクトとペットの原理について紹介いたします。スペクトでは、スペクト核種と呼ばれる、同位元素、放射性の同位元素を使います。このスペクト核種からは、一度に1本の放射線が出てきます。それでこの出てきた放射線、どこに飛び出るかわからないものですので、このコリメーターと呼ばれる放射線を遮るようなものを患者さんと検出の間に置いてあげます。そうすることによって、この検出器から見て、どこの方向からこの放射線がやってきたかというのがわかるようになります。それは物理的なコリメーションというふうに呼んでおります。そして、このような検出器とコリメーターの組をぐるっと回したり、もしくは複数患者さんの周りに配置して、様々な方向からこのような放射線を計測することによって、生体内のスペクト核種の分布を求めることができます。一方、PET では、PET 核種という、スペクト核種とは違った種類の放射性の同位元素を使用します。この PET 核種は、陽電子と呼ばれる電子の反物質を出す核種を使用します。この PET 核種の場合には、陽電子がまず出てきて、その後、陽電子は、金の電子と衝突して対消滅を起こします。この消滅したときに、180度反対方向に2本の放射線が発生します。これが180度反対方向に出るというところがポイントでして、これを患者さんの周囲をぐるっと囲んだ検出器によって同時に測定してあげるということを行うと、この測定した点2点の間のどこからか放射線がやってきたということがわかります。なので、この直線上に各測定したデータの元がわかるので、このようなイベント、測定イベントをたくさん集めてあげて、元の画像を推定する、元の放射線の震源の場所を推定することができるという原理となっております。これは同時係数測定というふうに呼ばれます。
このようにそれぞれ違った原理で画像化を行いますが、そのため、PET は広く使われているスペクト農薬剤を用いることができないという問題があります。実際、現在ではスペクトの方がたくさん薬剤がありまして、いろいろな病気の診断に使われております。これらのものは、一度に一本の放射線しか出さないので、PET の原理では測定できないということで、スペクト装置が必要になってきます。一方、スペクトでは、この PET の薬剤、PET の薬剤にも様々なものがありまして、まあ、スペクトとは違う診断ができるのですけども、この放射線出てくるもの、水消滅で出てくる放射線というのは、透過能力が非常に高くて、ポリメーターでは止まってくれないようなエネルギーを持っています。なので、スペクトでは、PET の薬剤のイメージングが難しいという問題があります。しかしながら、PET とスペクト、両方が診断に必要であるという場合もあります。例えば、認知症の鑑別で、まあ、ここに挙げましたように、様々な型があります。アルツハイマー型、レビー小体型、パーキンソン病、脳血管型、混合型。まあ、このような型を判別することによって、予後の予測ができるようになるというふうに考えられていますが、この判別のためには、アミロイドペット、ダットスペクト、FDG ペット、脳血流スペクトなど、様々な検査が要する、検査が必要になるという場合があります。従来の技術では、それぞれ別の日に取らなければならないという問題があります。従来の技術はその問題点ですけども、そのスペクトとペットは、まあ、この日常診断で使われているんですが、まあ、創薬、生物学研究などでも使用されていますけども、まあ、両方の検査が必要な症例の場合に、同時に複数の検査ができない。また、装置が別になってしまいますので、異なる装置を維持することがかかるという問題があります。そこで、スペクトとペットの同時イメージング装置を実現できれば、一つの装置でペットとスペクトの両方をイメージングすることができるようになりますので、装置が一体で済むというメリットがあります。で、このような装置では、スペクトの各種とペットの各種を同時に投与して信号を識別して、それぞれの薬剤の分布を求めることができますので、1回の検査で2種類の画像を同時に得られるようになります。この新技術の特徴と、まあ、従来の技術との比較をしますと、まず、この点は後で詳しく説明しますけども、スペクトで用いられるコリメートとしても機能するペット検出器を開発いたしました。で、従来は別の日に別の装置を用いて検査する必要がありましたが、一度の検査で診断できるようになると期待できます。また、本技術の適用により、スペクトとペットが統合できるため、占有面積が半分ですに、装置の維持のコストも削減できると期待できます。さて、装置のコンセプトについて説明をいたします。従来のペット装置、これは横から見た、円筒でぐるっと囲んでいるところを、まあ、横から切り取った図ですけれども、ペットの検出器がこのようにありまして、このペットの薬剤から出てくる180度反対方向の信号を捉えるというのが従来のペットです。それに対しまして、スペクトと同時にペットをできるようにするために、このような合成の検出器ユニットを提案いたしました。このスペクトのコリメーター機能というものをペットの検出器に加えるという、こういうそのようなアイデアでございます。このペットの検出器、本来であれば、従来であれば、まあ、検出器がずっと並んでいるのですけども、この一部に開口構造を設けてあげて、まあ、検出器のない空間を設けてあげて、ここを放射線が透過するようにしました。そして、追加で、この下部にガンマ線の検出器、放射線の検出器を配置してあげまして、
スペクトの信号はここを通ってきて、下部のガンマ線検出器で検出できるという、まあ、そういう構成になっております。この PET 検出器をポリメータ検出器にすることで、同時イメージングを実現するというものです。この検出原理ですけども、このようにスペクトの薬剤と PET の薬剤が同時に視野にあったとき、このスペクトの薬剤というのは、この PET の薬剤に比べて違うエネルギーが出てきます。この PET の方が高いエネルギー、511kEV というエネルギーなんですけども、高いエネルギーのガンマ線に対して、こちらのガンマ線は低いエネルギーですので、同じ検出器で検出された場合でも、このエネルギーによって区別することができます。そして、この下部の検出器というのは、こちらのペットの検出器に比べて薄い構造になっておりますので、まあ、ペットの信号がここで入ってきても、まあ、ほとんどは抜けてしまうし、検出されたとしても、エネルギーで選別できると。そして、スペクトの方の低いエネルギーのガンマ線は、こちらの下部の検出器で十分検出できて、スペクトの収集ができるという、そういう構成になっております。また、ペットの検出器の方は十分な厚みを持っておりますので、このペットの薬剤に対して十分な感度、従来の装置と比べて遜色のない感度で、ペットの収集もできるという、こういった同時イメージングの検出原理となっております。これは、本知恵というか、概念図なんですけども、検出器のデザインをもう少し詳しく書いてみますと、このようになります。この検出器のモジュールですけども、こちらにコリメータ検出器がありまして、シンチレーターと呼ばれる放射線を光に変えるような物質があって、それがこのように並んでいます。この絵では3段になっておりまして、この下の光検出器で光に変わった放射線を検出するのですけども、この構造を工夫することによって、下からの読み出しだけでこの3段が区別できるという、そういった構成になっております。そしてこのシンチレーターは、まあ、非常に重たい物質で、放射線を十分止める能力があり、さらにここにホール、穴がありまして、開口部分がありまして、放射線はここを突き抜けてくると。まあ、ここに光検出器がありますけども、ここは穴が開いていなくても、この光検出器は十分薄いので、放射線に対してはほぼ透明であるというふうに考えられていただいて結構です。そしてこの下部のガンマ線検出器も同じように、まあ、シンチレーターと光検出器が並んでおりまして、位置の情報とエネルギーの情報を測定することができるというそういうものになっております。想定される用途ですけれども、このように複数の検査の一括実施によって診断の効率化ができると考えております。また、小動物装置として創薬企業や生物学研究の施設へ導入できるということも考えられます。また、放射線治療のモニタリングとか、セラノスティクス分野の展開も考えられると思っております。まず、診断の効率化についてですけれども、従来の装置では、スペクトとペットの検査が必要な場合、まず、ラインにして、まず、検査位置としまして、スペクトを行うと。で、その後、一旦帰宅して、再ラインにして、次に必要なペットの検査を行うという、まあ、そういった流れに、なっていたものが、提案装置によって、ラインして、必要であれば、両方とも必要であれば、一回の検査で、両方完了して、診断がすぐできるという、そういった流れに、が実現できると考えられます。このキラーアプリケーションとしまして、一番考えておりますのが、認知症のバイオマーカーの一括検査。でございます。認知症ではの鑑別で近年注目されている ATN 分類というものがあります。これはアミロイド、タウ、
そして神経変性という、この3つの、項目の組み合わせ。この陰性陽性の組み合わせが8通りありますけども、この組み合わせによって、予後の予測ができるのではないかというふうに考えられております。で、この提案装置プラス MRI。この提案する検出器は、スペクトとペットを同時に撮影することができるようになりますけども、一般的なスペクト CT とか、ペット CT の他に、現在、ペット MRI という装置もあります。それと同様に、プラス MRI を構成としまして、3つのモダリティを同時に取れるような装置を開発することによって、この早期診断、リスク予測に有効な ATN 分類の指標を一括で検査できるようになるというふうに考えております。実際、スペクトの検査薬が、これから出てくるというふうに、開発中であるというふうに聞いておりますので、近い将来、このようなものが実現できるのではないかと考えております。また、創薬、生物学応用研究としまして、マウスやラットの実験で、数の薬剤を同時投与するし、それぞれの画像を同時に収集力することで、動物実験の効率化もできるのではないかと考えております。さらに、粒子線治療のモニタリング応用というのも考えておりまして、粒子線治療の場合、このように放射線を患者さんに当てて、癌を、にダメージを与えて殺すという、そういう原理なんですけども、生体の深さに対して、このような線量分布という、線量は、組織に対するダメージを意味しておりますけども、粒子線治療の場合には、生体の深さの特定の深さにダメージを集中させるということができます。このようにピンポイントで癌にダメージを与えることができる技術なんですけども、この放射線、粒子線が実際にどこで止まったかというのを、正確にモニタリングする手法というのはまだ確立されておりませんので、その一つとして我々が開発しております、この構成が役に立つのではないかと考えております。この粒子線の治療のビーム、陽子線とか炭素線、具体的にはこのような線、ものなんですけども、これを生体に照射したとき、様々な放射線が発生します。ペットで見るような陽電子放出核種も出ますし、低いエネルギーの制動放射線というものも出ます。さらに、ペットの消滅放射線よりもはるかに高い即発ガンマ線と呼ばれる放射線も出てくるということが分かっております。で、これらの様々なエネルギーの放射線をこの提案装置では取ることができます。このコリメータ検出器と後部の下部検出器の組み合わせだとスペクトとしての機能だけではなく、ここで一回反応して曲がってしまうような放射線というのも検出できて、これはコンプトンカメラの原理で画像化することができます。コンプトンカメラというのは、天体宇宙物理の分野で、進歩してきました。高エネルギー用の放射線の画像化装置なんですけども、このような原理も我々のこの提案装置で実施することができます。なので、このような新しい応用も考えられるというふうに思います。さて、実用化に向けた課題ですけども、現在のところ、コンピューターシミュレーションによって同時イメージングが可能であることを示しております。しかし、ながら、実際に装置を試作して実証するという必要があるというふうに認識しております。そのため、今後は、まず、小動物用の装置としての実用化を目指して、検出器等のパラメータ最適化を行い、装置の試作による実証を行う予定でございます。実用化に向けて、定量化の精度を向上できるよう、各種補正法を含めた画像再構成法も確立する必要もあります。
まりソフトウェアの開発も同時に進めるということです。次に、これまで行ってきております、コンピュータシミュレーションについて説明させていただきます。検出器のユニットのシングルガンマ線イメージング性能の確認をしております。詳細は割愛させていただきますけども、このような3層のデザインで後ろに下部検出器があります。で、これをジアント4を使ったモンテカルロシミュレーションによって、点線源をこのように並べた状態の、シミュレーションを行っております。で、これが結果ですけれども、検出器のユニットシミュレーションとして、この7個のこういった像が後ろにきちんと投影されているということがわかります。この点線源の投影像が1、2、3、4、5、6、7個設定した通りに後ろにきちんとコリメイトされて像ができているということがわかります。プロファイルを確認しましてもきちんと出ています。で、分解能としましてだいたい3ミリ角度分解能言いますと2度ぐらいのものが得られました。そして、イメージングシミュレーションを行いました。で、このペットスペクトの同時のイメージングで、このように赤と緑で色分けしておりますけれども、放射線の種類を変えて、スペクトの隠しとペットの隠しをこのようにクロスした状態で並べました。直径が4ミリで、間隔が8ミリ。ピッチが8ミリで、この線源同士の間が4ミリということです。そして、実際にシミュレーションして画像を再構成して、色分けして重ね合わせた画像がこちらになっております。それぞれ別々にプロファイルを書きまして、きちんと再構成されているということを確認しました。また、三角種同時のイメージングシミュレーションも行いました。スペクトと言いますのは、このエネルギーの分別によって、各種を識別することができますので、スペクト同士でエネルギーで分別して、きちんと違うものが違うというふうに出てくるということが確認できます。また、ペットはペットで、別に色分けできているので、このようにきちんと画像化ができるということを確認いたしました。企業様への期待としましては、医療機器製造販売業の資格を持つ企業との共同研究を希望しております。また、小動物用の実験機器を開発している企業、医療機器分野への展開を考えている企業様には、本技術の導入が有効と考えられます。次に、ロードマップについてですけども、共同研究を開始しましたら、まず、小動物装置の開発、プロトタイプの開発を始めます。まして、まずは小動物装置としての製品開発、そして販売を目指したいと思います。また、プロトタイプを開発しつつ、ヒトサイズの装置の研究開発をはじめ、小動物装置の後にヒトサイズの製品の開発、ヒトサイズの人用装置の販売というふうにつなげていければと思います。また、この小動物のプロトタイプの開発につきましては、過去のプロジェクトの部材再利用による、時間短縮、費用の削減というのも考えております。本技術に関する知的財産権は、このようになっております。そして最後にお問い合わせ先は、イノベーションセンターまでお願いします。発表は以上でございます。ありがとうございました。